はい、こんにちは、こんばんは、てるです。はい、今回はラノベのレビューやっていきます。今回やっていくのは、ようこそ、実力至上主義の教育生2年生編ということで、イエーイ！とうとう始まったんですけどね。今回から、やっとね、2年生に突入ということで、一応ね、前々からすごい色々告知されてたんですけど、まあ、新1年生でね、たくさん、新キャラが登場と。で、一応その中に、ホワイトルームからの資格がいますよっていうことだったんですよね。で、やっぱり皆さん知りたいところとして、ホワイトルームから誰が、資格は誰なんだっていうね、ところは非常に気になることかなと思うんですけど、正直今回一巻を読んだ限りだと、ちょっとわかんないですね、さすがにまだ。うん。考察の仕様はあるんですけど、かなりね、微妙なところ。うん。見た目とか、正直名前で判断っていうところが非常に大きかったので、で、いろいろね、名前でなんか、こいつホワイトルーム生じゃねえかっていう説が出てるらしいですね。うん。で、非常に気になるところなんですけど、まあ、そんなことは置いといて。まあ、今回ね、ちょっとね、予想してたよりすごかったです。はい。一応2年生の第1巻ということでね、まだまだ始まったばかり、こっから序章のね、準備段階かなと思ってたんですよ、もともとは。まあ、ですけど、いや、これがですね、始まってみたら、1巻、2年生1巻からもうめちゃくちゃに盛り上がりましたね。ホウセンっていう、ゴリゴリのね、ヤンキーみたいなやつがいるんですけど、そいつが、いや、すごい小物感溢れるやつだなと、最初ビジュアル出た時思ってたんですけど、いや、今回、そいつがね、メインで活躍するんですけど、良かったですね、思った以上に。うん。竜炎の、なんだろう、に簡単にコロッてやられちゃうかなと思ったら、いや、めちゃくちゃ腕力化で、パワーでね、すべてをねじ伏せていくっていうタイプでね。いや、それのパワーが思った以上に強くて、全部なぎ倒していくんですよね。いや、それが気持ちよかったですね。で、まさかの、一応今回ネタバレありで行くんですけど、まあ、最後にね、綾小石とやり合って、一応なんていうかな、仮に、一応手を組むみたいな状況まで持ってったんですよね。いや、これがまた面白いなと。ホウセンは、どうやっても敵キャラっぽい印象なんですけど、ああいうのを、と一応手を組むっていう形まで持ってったのは非常に楽しみですよね、今後の展開として。まあ、単純なビジュアルイメージから、ああいうのはそうですね、もともとその、竜炎っていう腕力家がいるので、他のね、2年生たちが手を組んで、ホウセンっていうやべえやつをぶっ潰すのかなっていう展開かなと思ったんですけど、最初はそうじゃなくって、綾小路たちと組むっていうね、いや、面白い展開ですよね。で、この表紙のね、この子、七瀬ちゃんっていうね、七瀬翼ちゃんっていう子なんですけど、いや、こいつがね、まあ、最初ね、串田みたいな感じでね、超いい子なんですよ。超いい子で近づいてきて、最後にね、なんか、やばいんじゃねみたいな感じのオチだったんですよね。綾小路をどうにかしてやりたいみたいな感じの子で、いや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 、一年生かなり深いですね。うん。何人かいるんですけど、一応ビジュアルに出てきたキャラクターたちは、一応みんな出てきました。一巻で。うん。出てきたけど、まあ、主に活躍してたのはこの七瀬っていうことを、ホウセンっていうね、筋肉バカみたいなやつなんですけど、その二人が主に活躍してましたね。うん。で、あと他にも、何人かいるんですけど、まあ、そんな感じでしたね。いやー、今回はね、一巻から超盛り上がりましたね。まあ、2年生に上がったっていうこともあって、新しいシステムが導入されたんですよ。OAA だっけかな。簡単に言うと、まあ、端末で、その人のね、個人情報、自分の成績とかそういうのが全部パラメーターとして見れるっていうね、誰でも見れちゃうっていう、そういう機能が追加されたことによって、全部の生徒たちの能力っていうのは可視化できるようになったんですよね。そういうことによって、あいつはこれぐらいの力だから、自分と比べたら、こんぐらいなのかみたいなのが、簡単に分かっちゃうんですよ。ですので、本当に力関係っていうのがすごいはっきりしてきた、本当実力至上主義になってきたかなっていう、2年生編ですね。で、そっからの最初のテストですよ。テストっていうか試験ですね。テストで2年生と1年生がコンビを組んで2人の合計点でうんたらかんたらみたいな話だったんですけど、まあそれでね、最初の開幕から1年生、新しい1年生と、新たにね、2年生に進級した子たちを絡ませていくっていう、最初の話でした。うん。思った以上にね、最初言った通り盛り上がりました。うん。一巻からもうアクセル全開っていう形ですごく良かったですね。で、もう一人ね、個人的にすごかった。この口絵のね、甘沢いちかちゃんっていう子がいるんですけど、いや、この子が最高。うん、この子が最高でしたね。まあ、この子にね、綾小路の手料理を作るっていう流れがあるんですよ。いや、その流れが最高で、そっからの、こいつが仕掛けてくる罠がすごく面白くて、いや、この子はね、今後かなり注目ですね。甘沢いちか。
ビジュアル的にもかなり好みなんですけど、いやいいですねこの子は。そうですね、全くこの子に関してはつかみどころがない感じがすごくって、パッと見の印象っていうか最初に受けた印象は本当小悪魔的な女の子っていう感じなんですけど、かなり裏があるっぽくて、いや全然この子はね、いやキーマンじゃないかな、うん。で、まあ最後に言うとホワイトルームの話に移りますか、うん。で、一応ね、まあ、あん中にはいるはずなんですよ。何人かの中に。新1年生のイメージの中にはね。で、さすがにあん中に、実はいませんでしたみたいなオチはさすがにないでしょ。だってあんだけね、公式が、この中にホワイトルームの資格いるぞみたいなこと言ってたんで、さすがにいると思うんですけどね。で、よく出てる説としては、名前の話ですよね。名前の中に数字が入ってて、何人か入ってないやついるよねみたいな。で、そいつら怪しくねみたいな。で、あと、椿桜子っていう、子がいるんですけど、まあ、その子が結構怪しいよねと。なんでかっていうと、名前の椿と桜の花言葉から連想されるものが、あ、ホワイトルームっぽいよねっていう、これかなりホワイトルーム性じゃないかっていうことがね、こう巷じゃ話題になってました。うん。ということでね、正直一巻だとそれぐらいです。情報的に言うと。誰がホワイトルーム生なのか、正直そんな伏線入ってなかったです。うん。ですので、まあ、今後の展開非常に楽しみなところでございました。はい。というところでね、最後に今後の展開が非常に楽しくなってきたかなっていうところで、1年生編の流れから見てると、堀北がいて、綾野浩二っていう構図、堀北が表で、リーダーとして頑張って、裏で綾野浩二をそれを支えるというか、裏のリーダーとして回っていくと、すべてを、動かしていくっていう立ち回りだったんですけど、どんどん堀北が成長していって、その1年生の最後でね、噛み切って、決意固めて、そっから2年生入って、どんどんね、成長していくんですよね。堀北だけじゃなくて、平田くんとか、そこら辺とかの他のね、クラスのメンバーたちもどんどん成長しているなっていうのが見えますね。というところを見ると、綾野浩二が、みんなを実は引っ張っていって、みんなを成長させていってる物語でもあるんですよね。クラスのメンツを。うん。っていうことはですよ。最終的に、この物語って、綾野浩二が敵になって、その綾野浩二をみんなで倒すというか、救うみたいな、そういう展開ってありそうだなって思いましたね。すごく。よくある展開っぽいんですけど、なんか、妖術っぽい感じもしませんか？綾野浩二が、敵というか、どうしようもない状態に陥って敵側に回るというか、うん、その倒さなければいけない存在に綾野浩二がなってしまって、成長したクラスのみんながその綾野浩二を倒していく流れって超面白くないですか？っていうことがなんかね、2回読んでたら感じてきましたね。いや、すごいみんなのね、成長具合がどんどんね、伸びしろも増し増しですごいですね。いやー、2年生はね、1巻から飛ばしてましたね、うん。というところで今後の展開楽しみですね、うん。というところでございます。まあ、個人的にはね、今回、もうね、天沢いちかちゃんがね、すごく良かったですね。うん、今後も、今回は楽しみですね。はい。妖術2年生編の、第1巻の、感想レビューでございました。はい。というところでね、1巻はこんな感じでした。ということで、今回は以上です。さよなら。